安藤です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。美味しいってね、まずここから召し上がっていただきます。カビの漬けです。間に少し柚子を入れて。熱したお酢でしゃぶしゃぶにしてます。はい、3秒だけ入れます。これは今日気仙沼。美味しい。色気がとんでもないですね。すごいセクシーな味わい。青リンクですね。すごいですね、油が。酢飯って感じのシャリですね。そうなんです。結構、はい、最近の店でこういうシャリない。江戸城内のお寿司で大名クラスさんが食べるお寿司って白酢だったんですね。米酢。のどぐろの漬けの炙りです。強烈なパンチ力がある。さっきの昆布締め。ありがとうございます。ここにいるとする卵、だし巻き卵、カニカマ、トビコ、キュウリ。食べ応えがすごいですね。これを煮ホタテでほぐしてます。手でほぐす。手でほぐします。柔らかめのホタテなんですね。北海道ですね。はい、北海道。いやー、これはすごいな。一回あの来る時の冷凍だけでほぼ生。いやー、うまそう。いや、結構時が経つとやっぱ白酢ならではのこう香り上げてしまうので正直臭みになるんですよ。それをお酢で締めてあげることで酸と酸でつなげてくれて味の旨味しか残らなくなる。もうでも揚げるのはもう本当に20秒ぐらい。使用中にですね、はい、その天つゆに揚げたナスをそのままつけちゃってそのシャリの上に乗せたんですよ。でうまいっていうことになってそこから一気にお前はもうホールやんないで仕込みいいやれって言われてっていう転機になったものなんですよ。なので僕それはこれ修行時代の思いを忘れずにという思いで最初に握りを握り。
なのかな。だったらイチゴ握ってコンデンスミルク。車エビですね。昔の江戸前の一番文献上一番古い握り方ですね。東京で5軒しか。上に乗っておりますは柴エビのおぼろといいまして、柴エビを吸いつぶして卵の黄身を加えていったものです。美味しい。まさこれ寝かした上での旨味っていうのを思ってるので、あ、デザートってなんだかっていうと卵じゃなかったんです。実はぼた餅か羊羹なんです。なのでこれが今あんこである専用性非常にあるという。あんこがちゃんと甘いっていうか、そうですね、シャリのサウンドはあんま感じない。ここが中和されてちょうど良くなるってことをちょっとイメージして、なんか高級寿司店というかそういうところのお寿司が食べてみたいなと思ったので、ただその時お金がなかったので、はい、その前にずっとあって今こうしてきました。一緒するんで、はい、でも並ぶの嫌だとか、はい、オーダーするのとかで iPad で注文しながらでも高級な雰囲気に寄せられる何かないかなと思ってたので、そしたら立ち食い寿司っていう範疇であればそこが融合できるんじゃないかなと思ってるんですけど、全部 AI を入れてデータベースを取ろうと思ってるので、この地域はこのネタが出やすいとか全てそういうところまで今やろうとして、地図も出たりとかして、ここのマグロで取れました、ハエナワピッツァ、ハエナワの説明が簡単に出てくるとか、ここでもう学べちゃうっていうぐらいのレベルまでできたら僕はいいかなと。